はい、こんばんは。中学2年生、最初の授業でございました。今日はね、未来形ということで、まあ、今まで1年生の時にはまずはね、例えば、まあ、例文として出てますけど、私はテニスをしますとかっていう形でね、今現在のことを表す、まあ、現在形、それから1年生の最後のところで、例えば私はテニスをしましたとかっていうことでね、過去を表します過去形というのを勉強してきました。はい、現在、今のことが言えて、過去、前のことが言えるようになれば、今度は何を言いたい？はい、そうです。これから先の未来のことを言っていきたいですね。はい、そこで今日、未来形というものを紹介していこうということになるわけなんです。未来です。ですから、例えば、私はテニスをします。I play tennis なんていうのがありますが、これをね、するつもりですとか、またはする予定ですなんていうことで、私はテニスをするつもりです。する予定ですなんて言ったりするとき、さあ、どうしましょうよっていうのが今日のテーマでございます。さあ、そこでね、どんな形を使うんだっけかなっていうことになりますと、はい、be going to という言葉。はい、これを使ってね、未来形にしていきます。Be っていうのは be 動詞のことです。Am, is, are ですね。はい、そして going to と続けて、to の後は、はい、これ注意なのは、動詞のね、原型が続くんです。はい、動詞の原型が続きます。というのをちょっとポイントとして押さえておいてくださいませということでした。じゃあ、実際に、I play tennis。私はテニスをします。を、私はテニスをするつもりです。私はテニスをする予定ですとしたい。そう、じゃあどうしましょうということになりますと、まず、主語としては、そのまま置いてください。はい、I。ね、ちょっと色変えた方がいいかな。ね、はい、色変えましょう。はい、まず、I ですね。はい、そして、はい、主語に対して、be going to と突っ込んできますね。突っ込んでるって変だな。はい、I だから、be 動詞、何が来ますかっていうと、アムですよね。はい、そして going to、ね、と続けます。はい、そして動詞は、ね、原型で使います。はい、ですから今回 play はそのままね、原型のままですから、そのまま play と書きまして、テニスとしてあげる。はい、こうすることで、はい、私はテニスをするつもりです、する予定ですということになってきましたね、ことでございました。はい、そしたら続いては、He plays baseball。 やはり同じく、ね、未来形、するつもり、する予定ですとしていきたい。はい、ですからまず主語を書いた He。 はい、そしたら He に対応した B 動詞としては Is ですよね。はい、ですから Is going to、 Is going to。 はい、そして To の後は動詞を原形として使います。はい、ですから今回 Play、 ずと3単元の S がついてるんですが、はい、この S は取ってください。原型にします。そしてその後、ね、ベースボールというふうに続けていけばいいわけです。彼は、ね、野球をするつもりです、する予定ですということですね。だからあのね、 B 動詞がつまりイズが来るときだよね。イズが来るときって3単元の S ついてるから、その3単元の S を取ってあげるっていうところ、まあそこ注意してみてくださいということですね。それからもう一個、これがね、ちょっとなかなか皆様、毎年つまずくところなんだけども、You are very busy。 はい、これ未来形にしてください。そう。だからまず、You でいいよね。はい、そしたら、Be going to で、はい、Are going to と続けて、あ、で、まあ、あと一緒でしょ。ね。Very busy。 I'm very busy。 はい、かけたかけた。はい、と行くんですが、実は違う。何が違うの？つまり be going to っていうのを入れて、元の動詞の原型を入れた。 be going to と入れて、元の動詞の原型が to の後に、はい、 be going to と入れて、元の動詞が、はい、ないじゃないのっていうことになるわけですよ。はい、ですから、はい、ここでは、はいね、たまたまちょっとこれさ、あーがね、同じなのよ。だから、あ、もうここで、あ、使ったな、おお、ベリーベリーの残りここかってことになっちゃうんだけど、はい、be going to っていうのは新たにね、突っ込んだものですから、ね、ここのあーは残ってるんです。残ってるんです。ですから、もともとの動詞、つまりあー、be 動詞を原型で使っていかなくちゃいけないんだ。はい、ですから、to の後に、はい、be と使って、はい、その後、very busy と。
ね、してあげるということですね。はい、そして、まあ、未来形の文章、つまり B 動詞の文章の未来形の形の時はこの to be になるってところをちょっと注意してください。わざとということでした。さあ、そしたら今作った、まあ、文章を今度は否定文とか疑問文にしてみようってことで言ってみましょうか。B 語を言うとってことで B 動詞を使ってるんです。ですから、例えば今まで1年生で、ね、最初の時にやってきました This is a pen とか I am a student とかっていうと同じ感じで B 動詞の後に not を入れてあげればいいんです。あ、ですから、じゃあこの文章否定文にしてください、言われたら、はい、 I am、 はい、 not で、going to play tennis と、ね、してあげる。そうすると、ここでね、否定、つまりするつもりとかする予定の否定になってきますので、はい、何々、まあ、しないつもりですとか、ね、しない予定ですとか、ね、そんなような意味になってくるかなということですね。じゃあ対して、he is going to play baseball。はい、これを疑問文にしてみましょう。疑問文っていうのは、今度は This is a pen は Is this a pen にしたんで、B 動詞を主語の前に出したんです。はい、じゃあ疑問文にしましょうとね、来ましたが、はい、Is が前に出て、はい、Is he going to, to play、そして baseball とね、いうことで、クエスチョンマークでくっつけてあげるということですね。はい、ということで、今日はね、未来形というところの導入でですね、まず未来形作ってみよう、 be going to を使って未来形にしてみようということで、 be going to 動詞は原形っていうところだね、はい、注意しました。また be 動詞の文章だった時の未来形 to be となるの注意でした。否定文ね、not を入れるだけです。はい、疑問文、主語を前出すだけです。クエスチョンマークつける、ね、ということでございました。はい、ということで本日未来形の、まあね、導入ということでございましたが、いかがでしたでしょうか。ではまた。